はいどうも、今日はサンドイッチを、今のこれパンサンドイッチを作ってくれます。卵サラダをね、卵サラダを作りました。卵をね、そう、卵のサンドイッチを食べたくなったからこれ作ったんですね、この卵サラダ。これたっぷり入れるよ、今日はたっぷりプリとね、マヨネーズもたっぷり使ってるから、ほら、これ、マヨネーズもたっぷり使ってるからね、これよ、これ、これは美味しそうだよ。ああ、喉なっちゃった。卵はね、何個使う？5個使いました卵。でもさすがに1枚でそれはちょっといかないね。そしてここにドーンとでっかいコロッケを。のっけます。でもサラダにも入ってるんだけど、念のためにマヨネーズ、念のためにねかけといて、溢れてくるといけないからちょっと手加減して、でまたパンで挟む。卵コロッケいただきます。やっぱ美味しいね。やっぱ美味しい。卵サラダの塩コショウちょうどいいですよ。でコロッケのこの牛肉コロッケ美味しい。このコロッケ美味しい。コロッケをね作るの大変だから、稲毛屋で、スーパーの稲毛屋さんで買ってきました。ああこれ美味しいわ。どっから行っても具だから、これは本当に、卵サラダ美味しいな。最高だね。これは美味しい。やっぱりですね。もう一種類するからね。もう一種類はもう一本の方で。